うございます。2度、めっちゃくちゃ寒いっすね。え、見てください、あれもうほんますごいことなってますよ。やってきましたね、やっと念願の鴨池にこれはもう僕が小学校の時にいつも会議の時に来てたけど、ちょっと今回は換気にはちょっと来れなかったんですけども、いつもここで待ってましたからね、会議の時に。一回ね、サンテレビさんのヒットで来たんですけどね、ナマズ一匹やったという散々な結果でしたけど、まああのちょっと見てみますか。鴨が飛来してくるから鴨池っていう。皆さんよく来てた理由知ってます？僕が小学校の時は60センチおったんですよ。ほら、もう来たくて来たくてしょうがなかったんですよ。ここはもうとにかく僕は。久方ぶりの手漕ぎのボートやからマウントを設置するやつ。そう言ってますやん。反対しちゃいますもん。うるさいな。やり方忘れとんですわ、もう完全に。あれどうやってたっけな。おお、あちゃくさん、ほら。おお、止まった。JB で僕がやった時にエレキ線で使ってたやつ、これ。おお、パッて持っていってパッてはめれるやつ。ちゃんとしとこう、ちゃんとしようなあ。時間もったいない、モーニングバイト。あったんすか。ちゃんとしようね。こんなあが釣り人としてダメや。もう前もってちゃんと準備万端にしようかな。出ましたね。そうよ、前もって準備しようかなあかん。釣り人としてこれはもうあるまじき行為や。反対やったわ。つけばええねん、邪魔ならへんように。いや、アメリカでも別に来ないからね。切れたらこんなんしてたから、ね、自分で。エレキとかトラブりますやん。スピアに変わるときとか自分でこうやっていつもやっとったもん。とにかくその日だけ持てばええようにやって、一人で戦ってたからね。やるやん、なかなか。だいぶロスタイムです。うるさいっす。一生懸命やってるんですよ、僕も。待って、余談つくな。心配やから2個持ってきたけど。うわ、もう分からんわ、どっちかどっちか。めっちゃ楽しいよ、でも。知ってます、あの、なんていうの、めっちゃ楽しいんですけど、僕。そうです。はい、邪魔くさいことが楽しい。邪魔くさいことして、いちいちこうやって出来上がってきたら、おーいう感じで楽しくなってくる。ほら、いったで。もうこれだから上げること今日ないもんね。そもそもね、先に自分の積んでるから。わがままやよね、わがのことしか考えないよね。そういう人おるよね。もう余裕で目指す一匹やからね。釣ったことあるけど、僕何回も。何回もっていうか、実は子供の時にね、免許もないし、エレキもないし。で、泳ぎやってて、風でバーバー流されとんのに、ほんで、6インチのストレートアーム、投げてね、テキサス陸でペアって。しかも、わからんからさ、大きい方にペアって投げて、バックラッシュなんですよ。ピューってほどいてて、カチッてやったら、なのでバーンって釣ったやつが初めてのバス。でそれ以来あと1回来たことがあって、スピナーベイトで2匹釣っただけ。だからトータル3匹ぐらいしか釣ったことないよ、僕。実は何を隠そう、多分できてると思うんですけどね。この人逆かな。今回は僕の思い出の場所、4月1日から解禁やからね。いつもよう解禁日とか解禁日の次の日とかに来てたな。日本記録を狙って
いつも坊主やったわ。目指せ1個やからね。目指せ1個ですよ。なんか数は全然釣れてないけど、来たら大きいって言ってましたね。野池にいるあのちっちゃいやつらが動けてないんでしょうね。かわいこちゃんたちが。今日朝もうめっちゃ寒いじゃないですか今。だから気温きついんじゃないかなと。朝はお日上がってからちゃいますか。またええ感じで風吹いてるしね。果たして今日はどうなるのか。まあとりあえず5周しましょう。5周ですか。はい、5周です。ヒットヒットバイズシュリンプ 3.5 インチ、ちっちゃい方。ザリガニもちっちゃいと思ってるからまだ。これ奥まで行けたのにな、前水が少ないからやっぱリリーパッドがど真ん中に切るからよね、これ。絶対この中におると思うけど。うわ、めっちゃ見通る。ブルーギル、ほら、ほらほら、橋脚にほら、ちっちゃいの、一緒の周りに。節やな、また。節やん、めっちゃいっぱいあったよ。いっぱいあったよ、ブルーギル。そうでしょ。ちっちゃいやつね。うん。あれ食べてるからね。今からまだ間に合いますよ。ゴルフ。全然間に合う。ねえ。見てあのカメ、激烈コラボしてるよ。一列で並んでる。すげえなー。上着脱いであったかいなって言ってるぐらいならな、多分食わんと思うねこれ。2度やったからね今日。水温あったかいわ。あったかい。あーもう釣れんなマジで。スピニング持ってきましたからね。今今度ボートボーションで2m。 おお、マジで出ても 2m。 でもあそこあのど真ん中は多分 4m 近くあったと思うんだけどね。ああ、あの辺が一番怖いかな。それかあのアウトレットのとこ、エグジットのとこ。が一番深いんちゃいますかね。ええ、どうして。お、やるな。お、やるわ、この子。綺麗な声やね。余裕でプリスポーンやな。ウイスがこのまま泣いてるってことは。いきなりスピニング握ってるんですよ僕。知ってます。いかに大変かっていうの知ってますよね。助けて、誰か教えて、常連さん教えて。おお、ナイスショー。あそこ、フェアウェイ、ど真ん中。うまい。やっぱここのメンバーさんはやっぱうまいんかな。チャックさんとは大違いやね。
ナイスショーやん。ロングボールなんかな、あそこグリーンやったらって言うてる場合。どっかに入るルートがあるはずやねんな。何回もまっすぐ入ってくる場所、こんだけリリーパッドあったら入ってくるリリーパッドを作るリリーパッドがあるはずやねん。どっか固まっとんねやろな。スピナーベイトとかじゃあかんのかな。もっと弱い動きの方がええんかな。ねえ、めっちゃクリアやねここね。こんだけ見えんねえもんね。何色がええやろ。あ、2の人この色ですわ。これの方がええかね。うん、白の方が目立つし。ブルーンキャストや、釣れん時は。さあ釣れそうやで。お、風が。さあコンフィデンスマン JH なってきたよ。ちょっと暖かいし今。絶対食うときズラーン食うはずやねんけどね、こんな。終わりました。早いですね、みんな。今ね、3時間ぐらいで上がって帰られました。あ、そうなんですね、はい、厳しいって言ってましたでしょう。言ってましたね。うん、ねすいません、ちょっと一回休憩します。やっぱ乗り気やから島が降りたら釣れへんって。その通りやね、僕らも釣れへんかったもんな。あったかい時は朝から釣れるという。僕春の試合赤のリップでスクランクベイトで5位になったことあるわ。 JB どこでですか。琵琶湖。しかもね、初日めっちゃ上位やったんですわ。4匹やったんですよね。50オーバー3つぐらい釣って40ぐらいの1匹釣ったかな。50しかないやつ、それ上位なんですわ初日ね、うん、で2日目行ったら足で釣ってるんですよね。足でロングアームの脳進化で釣ってて、でもう全然風も吹かへんくて全く釣れへんかって坊主やったんですよ12時まで、うん、でやっぱゼロやわーってなって赤の湯を切ってもうええわ思って、赤のリップでスクランクベイトビャーン投げたら30分でリミット取って、よっしゃリミットやってパーン投げたら高木でしもってビューンって飛んで、そっからピキョン釣りになって、それ一個しか持ってへんかったから。しかもオールドルアーのやつやってね、僕の持って、まあ、それでまあ5位やったけどね。そんなんばっかりやわ、もう絶対買ってたやろっていう話のやついっぱいあるもんね僕。なんで切れるんやろ。僕アメリカでもあったからね、エースで1個しかないやつバズーでもう切ったらここにガチャーン当たってブレードで帰ってきたみたいな。やらかしてまうんですわ、おちょこちょいやから。
おっちょこやから。おっちょこですか。ジャクさんには負けますけど、そんなガチのおっちょこちょいには言われたくないですわ。ガチっちょこの人には。なんか今日ジャックハンマーこれ色が違うような気がすんねんな。お、釣れた。違うねんな、来たわ。まだや、今日もコンフィデンスマン11や。慌ててるからもうでかいし、リスポーンですわ、もう完全無欠の。ほらで、この橋の下にだってブルーイーローおる言ってたでしょ、はい、なんか色がちゃうねんな言ったら、思いっきり食ったから色おてんねや。さすがアメリカで2位になったカラーですわ、これ、トリスポーンが一回卵産んでるかもね、尻尾はちょっとこう。いただきまーす。いやー、コンフィデンスマン、コンフィデンスはなかったよ、今のは。こういうの合うてんのかって言ってたところで、やった、いやーやりました。何十年ぶりのバスや、大きなっとるわ、ここのバス。僕釣ったのこれぐらいだからね。子供の時釣ったん。倍なっとる、倍なっとるね、47チャッチあるよね。来てよかった、やっぱ昼からやね。野池、あったかだったら釣れるんやな、ほんまに。めっちゃ綺麗、誰にも釣られてへんよ。朝ブルギリ通る言うてた。強力やからね。じゃあ要は中に入っていくところか、その辺でやっててフラフラしてたやつやろうね。でっかいもんだって、マジで。でっかい、でっかいよ。ガボ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 なっとったね。やったやったね、マジで嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。いやー、子供の頃以来のバスでした。35センチ塗り替えました、僕のレコードは。さあ次はどこでコンフィデンスマン JH しようかな。なんぼなんでも次違うろうやろな。なんぼなんでも近場が今そういう状況っていうか状態なんかも分からんね。そうですね、うん、時間帯もね、時間帯も同じような時間帯にするでしょ、はい、やっぱ春なんやなと思ってね。春だったらまあ昼から暖かなって上がってくるっていうのと、朝と、朝が暖かかったら朝も釣れるけど、今日みたいに1度とか2度とかやったらやっぱ朝口つかへんからね、特にこういう浅いところとかやったらね、全体の水深平均が激浅のとことかやったら、まあまあ、あの今日もギリギリせー。奥にスポーニングエリアがあって、まあ一番水温がまあ池の中でも温まる北面のワンドが引かれてて、で、ああいうリリーパッドがあんねんけど、それの何回も狙ってんけど、で、朝見た時にめっちゃ寒かった時にパワーった時にブルーイエルがもういっぱいおったんよ、これぐらいのやつが。もうこんだけ何週も何週もあって、そこにしかベイト見てへんからね、バーッと刺してくる時にやっぱあそこにも止まるし、このブルーイエルがね、ストックしてる感じやって、まあ釣り方はね、ジャックハンマーのスースプレーで釣れたけど、ただまあやっぱタイミングよくそこにバッてこうたどり着ければ、巡り合えばああいう風にグワバー吸ってきて、まさから、うん、せーやったって感じですね。やっぱ何でも諦めたらあかんということでしたね、はい、文句言いながらでもコンフィデンスがないと言いながらでも、この色もとか言うててもやっぱりね、投げ続けな、釣れんつうことですわ。出ました、ルアーが水の中にないと魚は釣れんということです。2つ出た。
疲れ様でした。お疲れ様でした。なんじゃこりゃ。